はいどうもです今日は2024年の2月25日に撮影しています。今日お話しすることは全部で5点あります、えー。覚えてたら5点話します。えー、ということでまず1つ目、えー、ユラリーでの広島自然食レストランユラリーでの滞在が終わります。明日いよいよ終わります。えっ、ー、と今日報告書を用意しました。で明日その発表をしてあとそのあとでお店の運営についてもう一度話し合う。 少し長くなると思うんですけど、この話し合いを終えて、ようやく、えー、広島での仕事の依頼を終えることになります。はい。えー、やりきったという感じです。まず、明日も、えっ、ー、と、ちゃんと話ができるようにしたいと思うんですけど、まず、この1週間行ってて、えー、見たことと、えー、伝えないといけないこと、売り上げ上げるための手段を、はい、えー、資料にまとめましたということで、よくできました。自 <laughs> 画さんで,で、今日はね、 ゆらりででで点目になるんすすけどここれ私のことですあのとあゆらり縁日っていうマルシェが店内であって、えー、その中で足つぼマッサージがあったんですよね。でマッサージではないですけど足,つぼ足のリラクゼーションちょっと,、えー、と呼び方が視覚とか医療のことでいろいろあるそうなんですけどまあその私たちが感じるのは足つぼマッサージっていう感じですね足のマッサージなんですけど。えー、初日から、えーと 自律神経のとところが痛いっっっててず言たんですよね調べて自律神経のところが痛い環境変わったからかなあのこんな真っ白なところで一日中作業してるからかなとかいろいろあるわと思ってたらどうやら心臓が悪い,っていうことが起こりました、まあ心臓は持病があるとかじゃなくてなんか寒くなったからみんな負担かかってんじゃないっていうような話だったそうですけどあと別で痛いところが何か所かあって。 それに驚きました。一つめっちゃびっくりしたのは膀胱 <laughs> あの、トイレに行く回数が少ないか多いかっていうことだそうですけど私はまあ多くて要はそこの臓器に膀胱に負担がかかってるいくつもいくつも何個もおしっこ作らないといけないで動いてるからっていう話をされてええー、と思ってねえ私もともと冷え症でトイレも近いんで体 温めようととすすることはしてたんですけどやっぱ飲み物を好きで結構飲んでてあったかいもんでも白湯とかも結構一日にだいぶ飲んでてんですけどその飲み方が悪いっていうね飲み方水の飲み方に飲み方あったんですかっていうのを今日初めてしましたどうもね知ってる方いいですけど口に含んでいつもの,あの口の中で含んで冷たいものをあったかくするとかそんに似てるんですけど口に含んでごっくんしない。 口に含んでスーってこう垂れていく感じで飲むっていう知らんかった生きてて40年近く生きててそんな飲み方知らなかったそしてそれが体をいたわるのと吸収を良くするらしいですうん頑張って今までごくごく飲んでたからね頑張ってちょっとその飲み方しようと思います本当にめっちゃむくんでたんででたすよそのあの別の もともと痛いと思ってたとこと違うところがむくんでてすっごい左と右であの大きさが違ってで確かに押されてから痛くなってまあそう言われるならそうかっていう話を、えー、受け取りましたあとは小脳も悪いということでね脳頭使いすぎてるというよりやりたくないことやってる無理し体が無理してるみたいなええー、みたいな。 あそうなんですか。これ無理なんですか。でもいつも無理しよう無理していこうしないと自分たちはまずいよって言ってんでねはい、まあ、それが体に出てるんやなと思いましたっていうのが足つぼマッサージでで足つぼもえー、と要は1日目から痛かったんで広島に来て環境変わったせいやなと思ったんですけど足つぼマッサージをすっごい受けたかったんですよねそうしたらいる間にあの自分のその願いが叶って本当にありがたかったです。 そういういマッサージ施術でしたということで同じように今日えー、っとなんか広島にそんな知り合いがいないのに、えー、別々の場所で2人の、えー、知り合いにお会いしましたで、えー、っと1人目の人に会ってもう1人ぐらい会うやろうなと思ったら本当に実現してまあ予言じゃないですけど思い浮かべていることが実現するのかもともと通じ合ってたのかそれを なんかかしたのかっていうようよな、ね、あの体験をしました、えー、その中に足つぼもあったんでねっていう話を、あのー、ここのオーナーとしてて大幅、えー、店の周りの方々としてても、まあ、近しい人が集まるんで「そうだよね!」みたいな「<laughs> 分かる分かる通じ合ってる」みたいな話で、えー、と少し盛り上がったというところまでが2点目3点目の話です。えー、とここからははもう1つ、えー、4点目は ちょっと真面目な話なんですけど昨日もなんですけど昨日言い忘れたことがあって、えっと、やっぱ街中出るとあの人が多いんですよねでみんなスマホを見てる、えー、調べ物するとか待ち時間とかに対してあのみんなこうやって画面見てるで私もそうですよねあの。ことあるごとにメッセージ見るとかあの場所調べるとかあって。 えー、その昨日の街中に出た話ではあの友達と一緒に旅行してるとか家族で一緒に旅行してもみんなこう見ながらずっと続いていって歩いていくでね車の事故に自転車もそうぶつかるの本当危ないなっていうのを感じるのはそうなんですけど今この3次元で生活してるのにわざわざ画面の中の2次元に入っていくことがやっぱえー、本当に。 自分たちの3次元で感じられる感覚を全部なくしていくんやなっていうのを改めて思いましたと同時に2次元1次元がどういうものか分かんないですけどその次元を下げていく方が楽に生活できんやなっていうのも、えー、やっぱり感じました自分自身もそうですよねやっぱこうテレビをずっと見続けるゲームをし続ける、えー、そうやってメッセージをし続ける会わずにお話顔を合わせずにメッセージを で、交流を図る。ご、どんどん。三次元から次元を落としていく方が楽に生活できる。その代わり。ものを考えたり、本質を捉えられなくなっていくのかなって、私は。感じています。で、昨日改めてよく感じました。せっかくみんなで一緒にいるのに、みんなが、えー、スマホを見てる。えー、どこどこの景色見ようとしてるのに、そこの景色を見ないとか。たどり着く。ことに関しても、目的地だけを。 にたどり着こうとしているその道中の景色とかあの、えー、匂いもそうですし、えー、感じるもの全てを感じなくさせていく食べることでもそうですけどねご飯食べながら、えー、スマホを使うということもそうで、えー、そういう、ね、3次元で感じれるものをどんどんなくしていかれてるのかなって思いますなので携帯を使う時間を本当に減らさないとなっていう感じるのと同時にその。 このスピリチュアルなちょっと話になると思うんですけど次元を上げていく話見えてるものが見えてない他の人が見えない世界が自分が見えてるっていう世界ってやっぱりどんどんしんどくなっていくんかなと思いますっていう話を昨日も、えー、カフェの中でしてましたし今日もしてました。あのーね、コロナににに関関しししてててもも社会問題に関してもみんななが気気づづかいいことに対して自分たたちは気づいたり もっと言ったら行動していく誰もやってないことをやっていくことをしてるとやっぱり、えー、続けていいくのが困難ででしんどいです、えー、理解されないことが多くてしんどいです伝えたいのに一緒に行動したいのに、えー、ってなってしんどいでつらいでもやっぱり要は他の人が感じ取れない景色だったり感覚を感じてるからそう行動していくことなんですけどもっと上の 世界もあると思うんですけど次元の話も次元をどんどん上がっていくとやっぱりしんどくなっていくんやろうな他の人が見えないただ他の人はそういうことを見ないで次元たね別に高い次元がいい低い次元が悪いじゃないですけど高い次元のいろんなことを考えれることをやめていくために、えー、といろんな感覚が麻痺したり、えー、楽しく楽に過ごしていけるのかなというふうな話を えー、ししてていました自分は改めて思いますそのやっぱ高次元に上っていくほど人の人っていうか大勢の人が感じ取れないこと行動しないことに取り組むことほどしんどくなっていくその逆は、えー、とまあ言ったら2次元が3次元が2次元になっていくこういうスマホの中だけで生活する人と交流を減らしていく好きな時だけ交流していくとか事故、えーね、に自分に発していくと えー、楽な生活になるけどあの何も感じ取れなくなっていくんやなっていう話をしていました分かる方だけこの話は分かってくださいというところまでが4つ目です5つ目の話は本当にもう何を話すか忘れました <laughs> 今の話でまあほとんど完結してると思いますでそんなことであ広島に来れてよかったですあとそうやっぱり改めて思いますこの広島に来てここに呼んでいただいて出演食カフェバー 呼んでいいただいて、えー、この会社の働く雰囲気だったり、えー、社長の、えー、気質っていうところに本当に、あのー、この会社って明るいな未来があるなっていうのを羨ましいなってすごい感じました、えーね、えそこが一番来てよかったです、あのー、いろんなことを学ばせていただきました私もその飲食店の経営コンサルタントっていうこと以外の面でいろんな やっぱり自分が普段やってる市民運動政治運動だけではあの全然感じ取れない日本社会の、えー、経済のこと主に政治のことも含めてですけど、えー、知ることができてあの本当にに勉強になりましたうん。自分自身でももっと大きいお金が大事じゃないですけどあの、ねえ 一緒に運動していく雇用を作っていくこともそうですし昨日の動画でも話し,話しましたけどその日本円じゃない経済も作っていきながら、えー、今日本円の経済を動かしている企業とも関わってい,いく、えー、ことが必要なんだなと感じました方法や方法などはまだ全然わからないですけどまあそうやってあの前に進んでいけたらなと。 いうことを強く感じましたでまた別のやる気も持ってあのこれから毎日過ごしていきたいと思います1年はもうあと10ヶ月になりましたではいえー、と明日は発表を終えてその後は無人島に移動します、はい、無人島でどんな生活をするかよく考えたいと思いますそしてその後にようやく、えー、関西地域に戻ります はい、そこから輪作り石の運動、えー、今まで止まってた運動始めていこうと思いますはい、今日の動画投稿は以上です他も話したいことはなかったはずです、えー、ないということにしましょうということで、はい、今日の動画投稿は以上ですありがとうございました気をつけて帰りますえっ、ー、となんか寒い日が続いて一日あったかくなったりまた寒くなってます皆さんも体気をつけてくださいで足を揉んであのどこが痛いかなど体の不調 確かめてください。はい、はい、では以上ですありがとうございました。